今日は聖母の生誕祭です。お祝いに集まった子豚ちゃんたちの忠誠に応えなくてはいけませんね。ダメ息が微笑みがあなたに変わられる狂わせて選びなさい。暗闇から眺めてた歩けないその情熱望むのなら手招くをテンプテーションささやきこちらへおいでと聞かせてI'm not afraid to die.
お誕生日おめでとう。ともかちゃん、また一歩大人に近づいたわね。魅力に磨きがかかったんじゃないかしら。うりうり。ともかのステージを見てると、こぶたちゃんになっちゃう人の気持ちわかる気がするな。ありがとうございます。これからもステージに降臨した聖母として輝き続けますよ。アウトドア用のティーセットですね。これならロケ先でも優雅なティータイムが楽しめそうです。良い香りです。プロデューサーさんも紅茶の入れ方が様になってきましたね。聖母の従者として素晴らしい心がけです。おかげで素敵なティータイムを過ごせましたよ。ではお返しに、今度は聖母がお茶を入れてあげましょうか。遠慮しなくてもいいんですよ。